さあ魔法格闘の授業が終わってすっきりしたハリーとジェニーがちょっと校舎から離れて歩いて行っています。その先には小さな小屋があって、小屋の煙突から黙々とこう煙がある、ちょっとこう午後3時ぐらいの、なるほどなるほど、ちょっとティータイムかなっていうことで、でそのクオッカワラビがちょっと声に異常があるって喋ってるので、これがどういうことなんだろう。ミキフォイだからね。ミキフォイですね。そうなんです。わあガガガグロロロって変身してしまったクオッカワラビーをちょっと直してあげるために、お友達のおじさんの小屋のところへ二人が行っています。さあドアの前に到着しました。どうしますか。Oh my God, he's so adorable. I can't let him go. I can't keep. I'm just. Oh my God, I'm just hugging him. いや、やばいね。もう可愛すぎてさ。あ、どうしよう。もう私話せない。もうずっと抱きしめちゃう。って言ってますね。But we have to change him back into Mickey Foy。まあでもいいんだけども、ミキフォイにまた変身させないと怒られちゃうかもしれないからさ、とりあえず中入ろうよ。 Let's go in and see him。 ハリーがドアをノックして扉がガチャーンって開くんですけど、後ろからガラガラガラっていろんなもう何かが暴れてるような音がちょっとするんですけど、中から出てきました。おっ、 It's Harry and it's Jenny. Hi, it's me.Hybrid. おお、ハリーとジェニーじゃねえか。俺だよ、ハイブリッドだよ。 Come on in.Okay. さあおいで。Okay. Oh, you want some tea? No, thanks. Hybrid. It's hybrid. Hybrid. No, thanks.